クレックベアはアメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家。著作は SF が中心だが、ハード SF からファンタジーまで幅広い作風を持つ。カリフォルニア州サンディエゴで生まれる。1973年、サンディエゴ州立大学を卒業。1975年に一度結婚したが、1981年に離婚。1983年、SF 作家。 ポール・アンダースンの娘と結婚し、子供が二人いる。現在は、ワシントン州シアトル郊外に住んでいる。映画、スター・ウォーズの熱心なファンとしても知られる。1967年、15歳にして、フェイマス・サイエンス・フィクション史に、デストロイヤーズでデビュー。ベアはしばしば、虚構の解決策によって、現代科学や文化の大きな問題に対処するという形の作品を、書く。 例えば、天空の豪華では、フェルミのパラドックスについての一つの解釈を提供している。すなわち、銀河系は潜在的な捕食性を有する知的存在で満たされていて、若い文明はその捕食者の注意を引きつけないよう静かにしているという説である。女王天使では社会における犯罪と処罰の意味を問い、その核として意識とは何かを追求し、付随して、 人間とのコミュニケーション能力が高度に発達し、自意識すら獲得したコンピュータを描いた。ダーウィンの死者と続編のダーウィン、エス・チルドレンでは人口過剰問題を扱い、人のゲノムの突然変異によって新たな種へと変貌を遂げることで解決策を与えている。また、そこでは全く新しい不可避なものへの文化的需要という問題も扱っている。 ベアが好んで取り上げるテーマとして、観察者の機能としての現実がある。ブラッドミュージックでは観察者の数がどんどん増えるに、従って現実が不確かなものになっていく。展開の殺戮と火星転移では、粒子間の情報交換を基盤とした、架空の物理学が登場する。火星転移では、それに基づいて、火星を太陽系とは全く別の成系に転移させる。 ブラッドミュージックはナノテクノロジーを扱った初の SF 小説とされている。女王天使と続編の斜線都市では近未来のナノテクノロジー前世の社会を詳細に描いている。同じ系統の作品としては量子コンピュータを扱った等月や火星転移がある。また、これらは自意識を持った人工知能という古くからあるテーマとも関係が深い。 ダーウィンの死者とその続編などの最近の作品では、ウイルスに関する分子生物学や、ネオダーウィニズムの基地の事実を前提として、奇妙な病気によって進化が促されるという説を扱っている。施策的なアイデアも含まれているが、科学的知識の扱い方が厳密だとして、ネイチャー誌でも賞賛された。ベアは、グレゴリー・ベンフォードとデイビッド・ブリンと共に、 アイザック・アシモフのファウンデーションシリーズの続編となる、新・銀河帝国工房誌を書いた。ベアは三部作の二作目を書いている。ベアの作品の多くは SF だが、初期の無限コンチェルトと蛇の魔術師は明らかなファンタジーである。またもっと以前のサイクロンはホラーだった。近作のデッドラインズは SF とファンタジーを融合させた作品で、ベア本人はこれを、はい。 テックゴーストストーリーと称している。ベアは数々の賞を受賞しており、中でも9号賞を2回、ネビューラ賞を5回受賞している。2007年、ノーベル文学賞を受賞したドリス・レッシングはインタビューで、私は SF の最上級の作品も高く評価している。例えば、グレッグ・ベアのブラッド・ミュージック。彼は素晴らしい作家だと述べている。ありがとうございます。